はい、皆さんこんにちは、マイクの島崎博です。皆さんこんにちは、MC の山口美香です。今回はマイホッケーチャンネルの対談編ということで拍手。マイホッケーチャンネルって何っていうのか、こちらの URL を見てください。さて、今回はブログなどでおなじみベルテックスホッケーチームの藤本一平さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤本さんはブログなどで普及をしているということです。さて、今回は藤本一平さんにホッケーの普及について話していただきたいと思います。ブログ、はい、ホッケー界ナンバーワンそうなんですか。僕はちょっとわかんないですけど、私もそう思います。アクセス数ナンバーワンだと。そんなことないです。いつ頃から始めたんですか。ブログは1年目の日本リーグの前な、日本リーグプレーオフの前なので、10月、11月ぐらいですかね。2013年の冬前ぐらいから、はい、始めたんです。きっかけは、きっかけはいくつかあるんですけど、一つはもともと名古屋プラーティっていうチームの、これは前のチーム名なんですけど、名古屋プラーティの中で選手ブログっていうのをやっていて、日替わりでこう選手が背番号の日にこうブログを更新したりしていて、これは確か刈川選手っていううちのチームの、選手が発案で始めていたんですけど、それを書く機会が毎月あって、ちょっと月1回だと自分として書き足りないなっていうのもあったのが一つの理由で、ちょっともうちょっと書きたいんでやらせてもらえませんかっていうのが一つで、もう一つは、大学時代に富田直彦さんで、元プロホッケー選手で、ベルギーの方でプロとしてプレーされた選手が当時ブログを書いてくださっていて、それを大学生の頃にすごい楽しみに見ていたので、そういうのを自分もちょっとやって情報を発信したいなっていうのがあって始めました。どうでしたか、反響は。反響はどうなんですかね。まあでも結構ブログ見てるよって言ってくださる方がいるので、そういう時はまあ書いていてよかったなと思いますし、はい、まあ、多分ここに呼んでいただいたのも選手としてのとかいうよりはブログをやってたからこそ来れたのかなっていうのもあるので、まあ、やっていてよかったなっていうのがありますね、うん、はい。だってブログを更新するのは面倒くさくなっても短くていいやっていうような方も多いんですけど、はい、本当に読み応えがあって。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。そうですね、書き始めると結構止まんなくなってしまって、はい、自分でもちょっと今日は長すぎたなとか反省するんですけど、はい、中堅で書いてます、はい、いろんなこう世界の情報を持っているんですけど、はい、それはどこから拾ってるんですか。本当にインターネットでいろんな、まあ、ホームページも見ますし、 SNS、まあ、Facebook だとか Twitter、Instagram を、まあ、ざーっと見て自分の中で気になったものをこうピックアップして、はい、あげるようにはしてます。なんで情報発信と言いつつ結構自分の備忘録みたいな形で書いてる部分もちょっとあります、はい、内容もこう徐々に変わってきたんで、ね、最初は本当に自己満足というか、もうそれこそブログ感じで一日の出来事とかを書いて、しかもやり始めると結構最初はみんな熱中するものらしいんですね。自分もそれで本当に最初の頃は、当時は一番最初はアメブロやってたんですけど、アメブロも毎日更新してで、どうやったら読んでもらえるかなみたいな、ちょっと気を照らうようなことを書いたりして、自分見失ってた時期が結構あったんですけど、まあだんだんこう自分の中でも自己満足かなって思い始めて、せっかくなら自分も書きたいし、周りの皆さんにとってもこう有益な情報の方が、まあ、自分のモチベーションにもなりますし、周りにもこう貢献できるかなというのがあったので、だんだんこう、まあ、この情報、大学時代の自分だったらこれ見たいかなっていうようなのがあったらこう更新するような、そういう形で最近は結構書いてますね。最近の記事ですと、ブログでホッケー教室に行きましたっていうような、小学生や小さい子にホッケーを教えているような本も書いていらっしゃって、はい、そういう面で子どもたちへの普及はどういうふうに考えていらっしゃるか。そうですね、やっぱり将来的に
国旗を経験したことがあるのっていうのが増えるのがいいことだと思うので、まあ僕たちは普段チームでの活動があるのでなかなか顔は出せないんですけど、例えばオフもらえた時にこうその子どもたちがホッケーしている場所があるならできるだけ顔を出して、でトップチームでやってる選手がそういう子どもたちと触れ合うだけで全然子どもたちは刺激になると思うので、まあこうきっかけ作り、種まきじゃないですけど、子どもたちにこうこういうスキルもあるんだよとか、1対1をガチンコでやってもボール取られるまで逃げてあげるっていうようなことをやったりして、まあホッケーの楽しさだとか、まあこういうプレーもあるんだよっていうのを伝えるように、はい、子どもたちとホッケーしてますね。元気もらえますし、すごい目を輝かしてホッケーしてるのを見ると、なんかホッケーって楽しいもんだなっていうのを再確認しますね。普及するためには子どもたち、やっぱり子どもたちに広げないと普及でもあるんですよ、ね、選手の層の広がりの厚さもそうですし、競技人口といった点もそうですし、認知度といった点もそうですし、やっぱりなかなかその他の球技に比べてくれているというのがあるんですけど、どうしたらそういう問題を解決していくのか。あとはグラウンドホッケーをする場っていうのがあれば自然とそこに人を集まるのかなっていうのを感じているので、しかもそれをホッケーをする場も天然芝だとかロングパイルの人工芝だとかではなく、やっぱりウォーターベースの、今世界で大会する上ではウォーターベースでしか試合をやらないので、そういう土壌でホッケーができる環境っていうのがもっと増えればそこに自然と人は増えますし、いいフィールドだったら練習も効果が高いと思うので、別にロングパイルでやったりサンドでやったりするのもそれはそれで一つの練習にはなるんですけど、やっぱりできるものならば人工芝、ウォーターベースの人工芝でホッケーする環境がもっと増えれば自然とホッケーの普及の面でも強化の面でももっと伸びていくというか可能性が広がるんじゃないかなと。まあ、他の競技もそうかもしれないですけど、国体を契機にこう根付いて国体の強化費でこう回ってるっていうのは現状で実際あると思いますし、それはそれでうまくやっていくべきだとは思うんですけど、そこで国体が終わった後にやっぱり衰退していくっていうのは絶対もったいないことだと思うので、まあ、例えばそのマイホッケーさん、前島のことでいろいろ僕は詳しくはないんですけど、その寄付を募って張り替えのことをやろうとされていたり、そういう活動をやっぱり続けてこうピッチでうまく、まあ、マネタイズじゃないですか、お金を生み出すような仕組みを作っていかないと、その国体終わった後衰退しちゃうのではもったいないし、東京オリンピックもそうですよね、オリンピックやってそこで終わりだともったいない、その後にいかに続けていくかっていうのを、まあ、そんな僕は偉そうに言うことではないんですけど考えてできたら本当に嬉しいなっていうふうには思いますね、うん、で普段から使う人たちがいるっていう状態を作るのが一番の、はい、なかなかその例えば満島の会場でいうと、はい、土日は大体持っているんですけど、うん、平日はやっぱり無駄であるとかしてるという状態なんです、はい、それはそのある月だけそうっていうわけじゃなくて、はい、もうほぼ毎月そうなんです、ね、ですね、まあ、夏休みとか春休みとかそういう休み、はい、学生が休みの期間を使う人で、これでもそれ以外の時期の満島はほとんどやっぱりその他の競技とか見てると、そういうその国体で出来上がったところを地元のチームが継続して使っているとか、うん、地域の人たちが継続して使っているチームが、はい、自然的に出来上がっている。でホッケーってどうしてもそうではなくて、地域の人たちが使うかというとそうでもない、はい、土日にこう試合をするだけの状態になってしまう。まあ、そこを特に2020年東京のオリンピックとか、シニガール、大田区に、まあ、すごくホッケーが盛んになりつつあるんですけど、まあ、そういう人たちがこう普段から使えるような状態とか、そういう雰囲気なので、そういうその平日にホッケーを楽しむっていうのが当たり前の世界っていうふうに変わると、まあ、日本の中でも地方でそういうところがあると思うんですけど、東京でそうなると、やっぱり人口も多いし、見る人も多いですから、少しホッケーに対する世間的な変わってくるので、名古屋ですけど、
チームはありますけど、ピッチが今、岐阜までいつも練習に、グリーンスタジアムまで行ってますし、庄内は、庄内はたまに使わせてもらうんですけど、結構、あの中高生とか社会人の方、土日、すごい稼働されてるんで、あまり僕らは使う機会は少ないです。平日はどう使うんですか？平日は、仕事終わった後に岐阜まで行くことも、平日5日のうち、は水木が大体そうなんですけど、仙台はカーキンがウェイトだったりして、まあ、土日またホッケー、リフ行ったりだとか SNS 行ったりとかですね、大変ですね。好きなんであんまり大変じゃないですねただ旅行いればやっぱり名古屋に欲しいみたいなのがあって、やっぱ東京も大学のチームの人工芝とかはありますけど、こうみんなが使えるような、都営だとか、まあ、国が持ってるようなところは、まあ、東京オリンピックではできるかもしれないので、そこに根ざすチームができるといいですよね。大阪は立命館が、大学が、ね、持ってますけど、社会人の、ああ、そうですね、毎週は社会人のチームがそこにトップリーグ出るようなチームがあれば、また面白いですし、面白いですよね。うん、やっぱりこの東京と、まあ、大阪と、はい、首都圏、はい、都市圏、はい、まあ、愛知もあるんですけど、はい、やっぱりトップリーグのチームっていうのがなかなかこう作れてるっていうのが一つ大きな問題かなっていうのは、ね、いろんな人が感じてるので、はい、もうぜひチームを作る機会があるしょうさん作っていただきたいなと思うんですけど、まあそういう夢を持ちながらやりたいですよね、自分なんか、まあ、京都の方でインドアホッケーやられてるじゃないですか、あれ、まあ、僕はいろいろ聞いた話ではこうどんどん普及させようっていう動きがあるみたいなので、体育館だったら本当に日本全国どこでもあるじゃないですか、本場のホッケーとはまた違うかもしれないですけど、ホッケーに触れてもらうっていう導入の部分ではあるので有効な一つの手段だとは思うので、マインドはホッケーでまずホッケーに触れてもらうっていうのは割と初心者、これまでやってなかった方もいると思うので、日本はどうしてもインドアっていうインドアホッケーっていう選択肢が少ないようになっているし、どうしてもアウトドア中心で、はい、で FIH の国際のホームページとかで、はい、インドアとアウトドアって完全に同じ位置づけでやられている、ワールドカップっていうことなんですけど、インドアはインドアでルールがやっぱりちょっと違うので、ボールシュート以外はおそらく基本的に浮かしちゃいけないルールだと思うんですね。長澤克義さんでうちのチームの先輩がドイツに選手として行かれてた時にインドアホッケーの経験されたそうなんですけど、常にスティックをこう地面につけてディフェンスをする、そしてボールを浮かさないで浮かしちゃいけないので低くずっとディフェンスすればいいじゃないですか、そういうディフェンススキルが身につくっていうのはインドアホッケーも、まあ、いい効果っていうか、っていうふうには言ってましたね。あとは細かいスキルも身につくっていうのは、まあ、長澤選手も言ってましたし、ドイツ代表のハウケ選手っていうすごい有名な選手がいたんですけど、その選手もインドアについてここがいいぞみたいなことを話し記事かなんかに挙げてたような記憶があります。インドア広めてみましょうか。広めたいですね。広めですよね。気軽に参加できるので。まずはスティック。そう、スティックとボールみたいですね。なんか道具もどんどん改良されていきそうな話がちょっと聞いたりもしてるので、やっぱり体育傷つくと使わせてもらえないじゃないですか。なんかそういうところも考慮してやっていくっていう流れがあるっていう情報は聞きましたね。はい。いろんな方法を考えて。そうですね、あんまり手広げすぎてもあれですけど、やっぱやってみてよかったらどんどんそれに集中していくわけで、先ほどおっしゃってたフットサル場もホッケーが使えるようにこう許可をもらえるような形になっていけば、それはそれで広がると思いますし、簡単ではないと思うんですけど、以前そういうのってあったことがありました。あったんです、フットサル場は。あ、そうなんですか。ホッケーの理解がありまして、まあ、まずはそのホッケーコースの理解が少ないって言って、まあ、そこからの説明に入れましたけど、大きな問題としては、やっぱり芝が痛むということと、網目、ネットを張ってますけれども、はい、その網を突き抜けて、ボールが何個いってしまうのか、網を全部こう、
食べきれなくても胃が止まったり早くしたりというので今ノーとかいうところが多かったです。だけどもまあ全てではないので、はい、まあ、もしこの中で、ね、一つでも副作用上でっていうところがあれば、はい、ぜひぜひ、はい、やっぱりそういう情報を共有できればいいですよね、広がるので。ブログなんですけど、はい、まあ、日本でいうと橋本さんが一番みたいな感じなんですけど、世界的に日本系プレイヤーっていうのはどういう形で情報発信されているのかご存知ですか？まあ、僕が知ってる範囲ではブログやってる選手もいるようですし、やっぱり SNS をすごい活用してる選手が多いっていうふうに感じますね。で、FIH 自体が結構そういうプロモーション力を入れてるので、もう FIH の公式アカウントと選手が本当にやり取りするっていうのは結構頻繁に見受けられるので、まあこう業界、業界全体で世界的にはそこでこう盛り上げようっていう感じが、それに参加する選手も結構多いですね。井上選手も参加する、自分もたまにFIH にタグ付けというか、FIH をタグ付けしてやったりするとリツイートしてくれたりする時ありますね。面白いですよね、繋がっちゃうんです。そういうのがすごい簡単にこう世界に繋がれるような話ございました。よろしくお願いします。それでは質問は以上となります。次回は引き続き藤本一平選手のプライベートについて迫っていこうと思います。では皆さん、みんな OK! バイ OK!